はいどうも、こんにちは。ガクチャンネルのガクです。今日はね、最近もずっとバイクネタばっかりやってたんですけど、一見ねちょっと面白そうな、ラジコンのね、ものがちょっとあったんで、それをね、ご紹介してみたいと思います。今回はね商品、ご提供いただいてっていう形になるんで、かといってね、とりあえず全体的なこう何て言うのかないいとこも悪いとこも、できるだけご紹介できたらなとは思っています。一応ね商品提供のご依頼とかあったとしても、僕が本当にねなんかこういいなとちょっと興味が湧かないものはね全部お断りしちゃってるんで、今回のはねちょっとなんか面白そうだなと思ってね、とりあえずお受けしてみました。それがねこちらよいしょじゃん、軽トラのねラジコンなんか面白そうでしょ。しかもね後でまた見ていただけたらと思うんですけど、Amazon のね商品ページで見てたら後ろに荷台に載せる段ボールまでね、セットになってるというね、なんかちょっと面白そうな、ラジコンだったんで、これをねちょっと受けてみました。ちょっととりあえず開けてみましょう。なんか結構ねしっかりした作りみたいですよ。パッケージはねとりあえずこんな感じ、スズキのキャリーがモデルなのかな、なんか、みたいです。こんな感じ、ね、こんな感じ。後ろが説明なんかいろいろ載ってます。こんで見えるのかな、ね、はい。一応だからこれでバッテリーは2つついてるんですよ。これバッテリーだけねもうさっきねちょっと出して充電だけしてみました。2つついてます。でこれでねだいたいね1時間くらい、30分くらいでね、走ることができるみたいです。1時間走れたら十分だと思うんですね。だから多分ラジコンのなんていうのプロポの方だけ電池を買えばいいと思うんですけど、そっちの電池がねなんだこれ、とりあえず中身はこのパッケージ この分だけですね。でも完成してるので本当に出して走らすだけ、になると思います。これプロポ、簡単なやつですね。本当に子供のおもちゃっていう感じの、軽さです。で、ここドライバー今あるかないけるかな、ここドライバーで開けて、これ電池を入れてあげないとですね。電池量1本でいいのかなあ、いけたいけた。炭酸ですね。炭酸2本かなね。とりあえず充電エネループね、とりあえず入れときましょう。で技的番号も入ってるんで、特に日本での使用全く問題ないっていうね、 2.4 ギガヘルツ帯の、ものですね。はい、こんな感じです。トリガーね、バックでこれ調節できるのがいろいろあります。中国語かな、日本語表記のやつはないですけど、説明書はそうですね、説明書日本語ですね。だから特に問題ないと思います。はい、とりあえず電池だけ入れときましょう。よいしょ。電源だけ1回、こんな感じね。ここ電源、はい。であとこれ何やろ、なんか出てきたけどなんかいんのかな、なんか細々した部品シールとかね、が入ってます。これ荷台のやつかな軽トラの荷台のね。でシール、これは適当に貼るか貼らないか、あとなんか細々した部品ね。はいでよいしょ。あとはさっきのこのやつの中にこの充電の USB のケーブルは入ってました。これもね充電のケーブルも2本入ってるんでね、本当に2つバッテリー同時に充電することができます。USB のなんていうの充電のアダプターみたいなやつはねなんていうか別途用意する必要はありますね。多分どこの家庭も1個くらいはあるでしょうね、もう今は。はい、すいません、ちょっと呼ばれちゃいましたで一応説明書とかが入ってるね、袋の方、こっちはまあ初めて開封するんですけど、本当に開けてね、バッテリーを充電しただけなので、一応説明書、本当に簡単ですね。説明書、簡単な説明書、裏は何もないです。もう本当にこれだけですね。まあコントローラーについての説明も本当にここに書いてあるだけなんで、まあ触ってなんていうの分かれっていうことなんでしょうね、多分ね。でこれ段ボール荷台に積む段ボール、ちっちゃいね。何枚入ってるのかな、1234567箱ね、段ボールついてます。であとこれなんだろう、バッテリーの注意書きかなね。まあバッテリーの注意書きね、こういうのが入ってます。あとはもう本体ね、本体結構ねしっかりした作りだと思いますよね。お値段の割にこんな感じです。こんな感じ入ってる、うん、な感じで、これねあれなんですよ、ライトもつくんですよ、ここライトね。だからリモコンのどれでつくのかはちょっと分かんないですけど、で下回りもね、結構しっかりした感じで、デフ機能はついてないのかなあ、ついてないな、うん、あなんかバネ式になってるちゃんとバネ式の札ねなんかでもなんていうかちゃんとした作りになってるような感じですよね。僕もラジコンそこまでね、なんかこうなんていうんですか、ラジコン初心者ですからね、どっちかというとそんなマニアックなことは全くわからないですけどね。うん、独立したサスがこっちは荷台はバネ式と、バネ式でこうねなってる感じですね。なんか面白いですね。はい、これはだからリア駆動なんでしょうね、多分ね。こう来てね、うん、はい。でスイッチ、電源スイッチね。バッテリーはどこに入れるのかな、ちょっとそのあたりも全く説明書を見てみないとわからないですけど、バッテリーはどこに入るのかな。バッテリーの充電、うん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 バッテリーどこに入れるのかな何も書いてない文章で読んでもね、いまいちね、わからないな。6番バッテリー、あ横かな、なんかこの図のところに6番っていうとこがバッテリーって書いてあるから、そういうことかな。この横に搭載するってことかな。どこあこれ、あここになんか搭載するのかな。違うこれはイミテーションのバッテリーだね。こう軽トラのバッテリーここに積んでますもんね。イミテーションだねこれ。ねちょっとね、ちょっと確認します。多分説明書にちょっとどこに書いてるのかわからないっていうか書いてないと思うんやけどはいちょっと確認します。ではでは、はい、どうも。いろいろちょっと探してて、こういうミラーね、ミラーとかこんなミラーとかね、こんな荷台のやつとか、こういうのをつけながらちょっとね、こんなとことかね、まあ、部品ちょっとつけながらバッテリーのね、格納場所を探してたんですけど、これね説明書にも書いてないんじゃないかななんかあんまりね、なんかとりあえず文章でもね書いてないんじゃない。まあちょっと僕いろいろいじってて見つけたんですけど、ここにねなんかこうちょっと見えるかな、これ見えにくいかな、なんかオープンクローズみたいなね矢印がねうっすら見えるかな、この下のとこ書いてるんですよ。で何かなと思ったら、これタイヤがね回るんですよ。ここにこここれは書いといてくれないとちょっと気づけないんじゃないかな。どっか書いてんのかな。ちょっとでもこのペラペラのA41 枚もんのやつしかないんでね、まあいいやとりあえずここにバッテリーを搭載してみましょう。まあケーブルね2本で、こっちは充電する時ね、こっちが車につなぐやつなんで、まあこれはもうピッと、まあそれしか刺さらないんでね、まあ間違いようがないと思うんですけど、まあでもこれワンタッチで入るから邪魔くさくなくていいですよね、そういうのに。ケーブルもまあケーブルの収納具合もまあいいですよね。これでクローズの方にやったらね、これで OK で、これで電源ですよね。ああこんな感じ、ね、で電源オン、接続されるとこれがねあれなんですね、点灯状態になるんですねなんか良くないですか軽トラでこれがあれでしょうね、だからフロントの微調整のやつでしょうね、これね、まっすぐ走るようにね、調整するやつ、これね、これなんやろ、これとこれは多分なんかちょっとスピードのコントロールするやつみたいなんで、ちょっとまあ走らせてみないと分かんないですよね、ちょっとね。ちょっと走らせてみないと分からないですね。あとはちょっと広いとこ行ってちょっと走らせてみたいかなと思います。まあせっかくなんで段ボールもね、組み立ててね、こんな感じの竜のマークがついてますけど、このメーカーがなんか竜のマークのあれなんですか、ちょっとその辺りがあんまり分かってないですけど、まあ、単に箱組み立てて入れるだけですよ。荷台に積むだけですよね。なんかねAmazon のとこ見てたらね、ご飯できたから降りてきて、はいすいませんもううちはね全部 Amazon でね、Alexa でね、全部が連絡とかもやってるんでね、まあそんな感じでご飯みたいです。だからちょっと昼からこいつちょっとねどっかの公園持ってってちょっと走らせて、その映像もちょっとね、見ていただけたらなと思ってます。ワイパーはね、まあ、ついてるだけですよね。あちなみにこれも多分走らせてしまうとあんまり見ていただけないと思うんですけど、この運転席の中とかもね結構ねなんかよく作られてますよ。どうやって見ていただくのがいいです。なんか面白いっていうか、結構ちゃんと作られててね、なんかいい感じですよ。だからこれベースになんか自分でねいろいろこう塗装したりとかなんかできる人はねやったら面白いのかもわかんないです。あとなんていうかブレーキとかね、そういう風な LED のランプもね組み込めるみたいですよ。まあそこら辺は自分でね、やっていく感じになると思いますけど、なんか Amazon の商品ページで見たら、なんかそういうのもできるみたいな感じでちょっと書いてたんで、まあ僕がやるかちょっと分かんないですけど、ちょっともしよかったらねそういうこだわってねやりたい方いてたら、面白いと思います。じゃあちょっとね、ご飯食べてお昼からね、そこの方行ってみたいと思います。はい、じゃあね、走らせていこうと思います。とりあえず電池ね、入れますね。電池、よいしょ。よっ。ちょっと一回荷物は置きましょう。よいしょ。ちょっととりあえず電池入れます。はい、じゃあね走らせていきたいと思います。一応ねちょっとだけ走らせたんですけど、こっちが、でもこれ S って書いてるから、こっちスピードだと思うんですけどね。なんかこっちの方がやったらスピードが変わるような。こっちの方がスピードのような気がするんですけど。なんかちょっとよくわからないです。で、これがね、この打角、もともとニュートラル設定するやつなんですけど、まあ、これでとりあえずまっすぐ走るようにしてあげて、っていう感じでね、とりあえず遊んでいきたいと思います。ね。はい。一応バックもね、こうやって、よいしょ。できるので、よいしょ。とりあえず行ってみたいと思います。そんなね、今ちょっとやったんですけど、速いっていうわけでもないので、軽トラをとりあえずやっぱりね、運転して楽しむっていう感じですね。で、後輪駆動なので、すぐね、スピンします。こんな感じでね。だから、まあ、スピンさしながら遊ぶっていう感じの、あとは荷物がね、荷物が積めるんで、まあ、荷物楽しんで、まあ、ちっちゃい子とかだったらね、なんかこう、荷物積みながら、遊んだりもできるかなっていうようなラジコンですね、これね。これ多分早い方かな。早い方にするとこんな感じですかね。おっとっとっと、後輪が滑る。まあ、全速でもこんなもんですよ。ちょっとまっすぐ走ってないな。まあでも軽トラをね、こうね、ラジコンで運転するっていう、なんかちょっと面白みがありますよね。よいしょ。はい。で、こんな、荷物をね、用意されてます。だから、荷台にね、積んであげて、一応、満タンまでね、詰めるだけの、空っぽの箱ですけどね。これがセットになってついています。よいしょ。だからこんな感じで積んであげて、よいしょ。で、やってあげて。ちょっと重たくなってお尻の振りが甘くなりましたね。荷物積んであげた方がやっぱりね、お尻滑らして本当に遊びたかったら何も積まずにやればいいんですけど、結構滑るんでね。あ、電池なくなったね。はい。じゃあちょっと電池変えてもうちょっとやっていきたいと思います。はい、電池交換をしました。ちょっと発車していこうと思います。片手じゃちょっとしんどいな。ちょっとここのとこ、登らしてみましょう。ね。登るかな。あー、やっぱりちょっときつい。やっぱりそこまでの坂は登らないですね。ね。厳しい。おー、厳しい。斜めだったけど。あ、残った、残った、残った。残った、残った。おー腹が斜め。あーよいしょ。おー、あとちょっといけた。よいしょ。まあ、あんまりこう坂道を登らして遊ぶっていうことでもないんですけどね、これ。よいしょ。よっ。けいけいけいったよいしょ。こんな感じですね。はい、どうもいかがでしたでしょうか。まあね、スピード出してあんまりこうね、走りを楽しむっていうタイプのラジコンではないですけど、なかなかね、こう荷台もあって荷物も乗せれて、でライトもついててね、であと氷空洞なんで、スピンがね、結構、するんで、でそのスピン自体もやっぱり荷物をね、どれだけ重さ乗せるかっていうので、だいぶスピンの具合とかね、そんなタイムも調整できるんで、なかなか、楽しい、ラジコンじゃないかなと思います。特にやっぱり子供に喜ばれそうなね、感じのラジコンだと思います。そしたらね、まあとりあえず僕もまだそんなラジコンめちゃめちゃね、なんていうんですか、知ってるというわけでもないんでね、説明至らないところも多々あると思うんですけど、まあまあなんていうか純粋に、なんていうか楽しめるかどうかっていうね、とこでいくと、まあまあ楽しかったなというふうに思います。次はね、子供と荷台でね、今日は一人で来てますけど、一緒にね走らせてみたいなと思います。そしたら今日はこの辺りで失礼します。さよなら。